皆様はじめまして。今回が初めての動画投稿となりますので、お見苦しい点があるかと思いますが、生温かい目で見守ってやってください。キャラが一人では絵が弱いので、もう一人愛の手要員を追加します。当ではウプ主の過去の旅行や、海外転職、起業などに触れていきます。とはいえ、一から動画を作るのは、ウプ主にはあまりに難しいので、過去にブログで投稿した記事の、音声アレンジ版となります。ラジオ感覚でお楽しみください。さて記念すべき第1回でご紹介するのは、こちらの国の旅行記です。タイの旅行記ですね。タイの何を紹介するんですか？実はウプ主、例のウイルス流行前に、とある観光地にお参りしておりまして、そのおかげでいいことがあったので、感謝の意を込めてのご紹介です。その観光地はこちら。ピンクの、ゾウさん。ピンクの、ゾウさん。言葉だけ聞くと意味深ですけど、一体このゾウさんに何があるんですか？このゾウさんは願い事をすると、3倍の速さで叶えてくれると有名で、例のウイルスが流行る少し前から、日本人にも有名になり始めたんです。調べてみると2018年あたりから、旅行ブログに掲載され始めています。ウプ主が便乗して2020年1月に、事業の繁盛をお願いに行ったところ、ご利益のおかげか、半年後から嘘みたいに業績が上がりましたとさ、というありがたい場所なのです。今は気軽に行けない状況ですが、お願い事がある方には大変おすすめです。行けるようになった時のために、本動画では行き帰りの方法をご紹介します。それでは背景変更です。ご紹介するのはバンコクからの行き方です。都心部近くのエカマイ駅近くにバス乗り場があります。窓口は18番でした。当時の料金は99バーツ。だいたい350円くらいですね。所要時間は約1時間。30分間隔、または満席になると出発でした。このバスだけでは目的地には着きません。乗り換え場所までのバスになります。バスを降りたら、次のバスを探します。当時は6265番が目的地行きでした。当時はバス乗り場の奥の方に、背景のような看板がありました。ここから目的地までは、約40分。30分間隔か満席になったら出発です。当時の料金は30バーツ。だいたい100円くらいですね。着いたところが、帰りのバス乗り場です。時刻表の写真を撮っておきました。当時のデータです。バスを降りると、いろいろなお出迎えがあります。こんな猫様とか、こちらの猫様とか、ここ最近海外でも人気なのとか、そんなカオスな通路を抜けていくと、広場にゾウさんが鎮座されています。ここではゾウさん以外にも、仏像に金箔を貼ったり、ハスの花を模した祭壇があったりと、一種のテーマパークになっています。当時は入場料などはなかったですが、金箔やお線香は購入する必要があります。続いてはゾウさんへのお願いの方法です。ゾウさんにお願いをするためには、近くのネズミを通して伝えます。この時に伝えるネズミにはルールがあり、自分が生まれた曜日のネズミに伝えます。ちなみにウプ主はこれを無視して、適当に近くにいたネズミに伝えていました。たまたま会っていたか、幸いにも情報伝達のいい組織だったか、願いは無事に届いたようです。その他にも、お願いが漏れないように、ネズミの開いている耳を手で塞ぐ、お願いするならお賽銭を入れる、などのルールがありますのでご注意を。さて、お願いが終わったので帰ります。まずは駅に降りた場所でバスを待ちます。行きと同じ帰り方ではつまらないので、帰りはバス停近くの駅から電車にします。良くも悪くもレトロな、大国鉄ですね。本数が非常に少ないので、時間が合わないならバスがおすすめです。この時はタイミングよく、15分後くらいに電車が来る予定でした。ホームには売店などもあり、飲み物などを買うことができます。トイレもありますが、綺麗さはまあ、お察しです。電車が来る少し前になったら、駅のホームに出て待ちます。バンコク都心部とは異なる、まったりとした空気が流れていますね。大国鉄の車内はこんな感じです。昔ながらのボックス席ですね。冷房はなく、扇風機のみなので、車内は結構暑いです。だいたい1時間くらいすると、バンコク市内に入ります。街が発展している陰で、高架下にはテントなどがあり、バンコクの闇の部分が見えるのは、いろいろと考えさせられます。なお、この電車の終点駅は、2021年11月に廃止予定の、フアランポーン駅なので、アソークなどの中心部に滞在の場合、途中のマッカサン駅で降りた方が便利です。さて、今回の動画は以上です。例のウイルスが収束した後、この動画を参考にピンクのゾウさんに、行ってみたという方が現れれば、幸いです。このチャンネルが面白かった、
参考になりそうだと思われた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録をお願いします。皆さんのいいリアクションが、うぷ主のやる気に直結します。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。